ルも右手で打ってる。今の、うん、今のは左手。9対1で左手。珍しいじゃん。珍しいね。何それ。ワンナップ的じゃないね。敵じゃない。敵じゃないよね。い、今のショット練習してたのはピンに対してもうラインを出したくて、フェイスアングルを狂わせたくないショットを打ちたいから、左手リードでターゲットに対してずっとこうやって向けて打ってる。そういうことあんだ。ある。あんだけ右手って言ってるから、もう右手しか使わないのかと思ったけど。隠すつもりもないけど、両方やるんだよね、ロープは。でも必ずこういうショットが打ちたいから左手打ちますって必ず言えるから。左手リードなんでしょで打ってはない。1球ずつ右手と左手ちょっと打っていい。最初左手リードで打つね。これ左手リードね。で次右手リードで打つ。多分後ろの画面で見たら球の高さが全然違うのよ。それは単純にボール真ん中に置いて、ボールの右側にあるのが右手じゃない、ボールの左側にあるのは左手じゃない。だからボールの左側が最下点のイメージで打つから、折り際に当たるのが左手リードのイメージなわけ。要はハンドファーストだったりダウンブローだったり。でもボールの右側に右手があるから、右手で打つとフリップしてこうやって上がり際に当たるようなイメージだから、右手リードは球が高いわけ。だからそういう球質、要は高い低いもそうだけど、どっちの球が必要かによって使い分けたり、ラインを思いっきり出して曲げたくない、本当に出玉から落ちどころまでレールの上を通したいとかっていうショットの場合は、左手リードになる確率は高いよね。もうこうやって出したいから。それはハーフショットとか全ショット両方やるから。本当に今7番持ってて、7番で俺通常160ぐらいなんだけど、例えば145とか150のショットの時も左手リードで、今入ったでしょ今。入った今。入ってるね。入ってる。カップに入ったね今。そう。ああやってラインを出したい時なんかは、ああやってすぐやれるのは左手。だから俺左手リードはすごいいいなと思う。これはまあ冗談として、左手リードをする時もある。全部いつでも左手リードっていうわけじゃない。うん、8割右だね。例えば本当にさっきも言ったライン出したいとか。球をあんまりこう吹かせたくない時なんかはもう左手をリードして打つ。要はこうやってね。ただどのままショット打ってっつったら9対1で右。右の方が優しいからね。浮くし、クラブヘッド走るし。クラブヘッド走る。そう、クラブヘッドは走るの右は。そうだからこれは走んないじゃない。そうだけど右手でこうやってやったら走るじゃない。そうそう、押すから。それだよね。そういうショットを打ちたいときは右手を使ってパンって打ってあげたら、ヘッドが走るからボールが浮いてくれる。両方使うし、どういう球を打つかによって使い分けることをプロはやる。メインはどっちって言ったら右であって、もちろん左手リードのプロもたくさんいるし、右手リードのプロもいっぱいいるし。あ、全ショット左手の。まあいるだろうね、中にはね。特にパワーゲームになってくる、例えばショットメーカーさんとかプレイヤーの方なんかは左手リードの方が多いんじゃないかな。球がめくれちゃう。めくれちゃ、そう、めくれちゃって抑えたい、抑え込みたいとか、そういう球を打ちたいプロなんかは左手リードの方は多い。だからパンチャーとか、もともとヘッドスピードが速いとか、ボールを暴れさせない、抑え込むっていう、たまにそういうのを伝えたい人なんかは左手リードの方は結構いるんじゃないかな。大体ヘッドスピードというとどれぐらいの人が。ドライバーでいうと48以上だよね。自然とシャフトが X を使ってる方になると思うけど、そういう方じゃないと意味がないから。ヘッドスピード40で抑え込んだら抑えられちゃうから。抑えられちゃう。そう、上に出ないから球が。だから俺でもギリギリだから、多分俺ヘッドスピード46、7だけど、
それでもやりすぎたら上がんないから。あ、そう。そう。だから気持ちよく左手使って打ってみるね。そしたら7番であんな低いのよ。あれじゃあ多分使い物にならないね。グリーンじゃ止まんない。うん、インペリアルなら止まる。インペリアルなら止まるけど、まあまあ仕上がったグリーンのコースだと止まんないよね。7番ヤンで多分落ちたところから6、7ヤード前行っちゃうんじゃないかな。奥ピンだったらグリーン出る可能性がある。そうしたらああ左手リフト打たなきゃよかったってなっちゃうじゃん。なっちゃう。あとは番手をさ変えなきゃいけなくなるじゃない。そうなってくるとメリットがなくなっちゃうんでね。飛んでる最中のメリットはあるけど、ボールが止まったところが結果じゃない。その結果に対してのメリットが出ないんでね。だから球が左手リードして上がらないんだったらおすすめやしたらもう本当に右手使ってポンって楽に打っちゃった方がゴルフは絶対結果は良くなるから。当たるとか当たらないとか、うん、それだけだったら、うん、左手リードでも気持ちよく当たるかもしれないんだ、うん、あ、そう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 。止まる止まんないは別に、別、うんうんうん、あの打感と飛んでる球のいきり方だけだったら全然左手リードでいい。例えばおすすめする左手リードのシチュエーション、これ大事じゃない？超大事。大事でしょ、うん、いつ使うの？そうでしょ。長いミドルホールでドライバーフェアウェイ行きました、ラフでもいいですの時に、どう頑張ってもセカンドがグリーンに届かないけど、でもなるべくグリーンの近くに持ってきたい。でもそういう時ってさ、方向をぶらしたくないじゃない。球は上がんなくていいから、うん、届かなくていいんだから。そういう時の距離稼ぎ、同様にパー5のセカンドショットの距離稼ぎ、ただまっすぐ、うん、前に進めたいと。そうで、幅も狭めたい。そこにもうめちゃくちゃ有効だから、上がらなくていい、とにかく転がって前に行け。その時でもバンカー行けとかあってフェアウェイに置いときたいいう時にめちゃくちゃ使えるから。あとは短いミドルホールパー4のティーショットでフェアウェイに置いておきたい。もうこの3つは持ってこい。本当にシラスに大根ぐらいぴったり合うから。うん、本当に、はい、うん、カルボナーラにレモンぐらい合う。最高。それうまいの本当に。めっちゃうまい、めっちゃうまい。昨日言ってたけどさ、いやカルボナーラ、クリーム系のパスタにレモン絞るとさっぱりするから。ああ最高、しつこすぎない、うん、だからそれぐらいその左手リードって使う場所をはっきりしてたらめっちゃくちゃ武器になる。もうほんと言っちゃえば狂気になる。でもそうすると打感とかさ、うん、止まる止まんない別にしてさ、うん、気持ちよく打てたらさ、うん、それがいいってさ勘違いしちゃう人、うん、それいるね。いるいる、絶対いらっしゃるし、常にそれを打ちたくなっちゃうから。そうすると結局場所を選ぶって俺言ったじゃない、うん、場所を選ぶってことはノーマルじゃないってことを分かってもらいたいの。常に出せない、だからシチュエーションがこう限られてしまって、そういう場でしかこう最適な結果を得られないよっていうんだったら、もちろんノーマルじゃないから、ちゃんとしたノーマルショットを基本として覚えてもらった方がいい。ノーマルショットってもちろん球が浮くし、それなりに悪天候だと影響を受ける可能性があるから、言っちゃえばああいう風にラインを出したりとか、怪我の少ないショットを左手をリードして打ってあげるんだよね。その練習を今してたところをトール君が質問してきてくれて、この動画になったんだけど、そういうショットの理由というか、そういうのが必ずあって、それを自分で納得した上で練習した方がいい、うん、俺はだよ、俺はこれ大げさ抜きにゼロ。アプローチはね、アプローチは多分俺左手リードって俺ない、絶対右だな。もうアプローチはこうって打つから、こうって、絶対左じゃないんだよ、うん、無理無理、左じゃ無理だな。アプローチだけは本当の10ゼロかもしれない、うん、左は使わない。うん、でさっきその左手リードでライン出したショットっていうのは、あれはもう本当マシンのイメージでいいから、機械的な、もうガンガンっていう感じでいい、何もしないから、球に色加えないじゃない、もう本当バーって言ってくれればいい。でもピンをちゃんと狙って止めるショットってやっぱりさ、フェイスを使ってパンって打つじゃない、だから右なんだよね、その感覚的なショットだから。だからアプローチなんかはもう特に
右。それでももちろんフルショットで、いやそんだけねそのライン出しがうまくいくんだったらその延長でフルショットにしたいっていう人も絶対いる。その方は左脇を締めればうまくいきます。その理由言っていい？なんでさっき普通に左手リードで打ったら球低いのに左脇締めたら上がるかって言ったら、左脇締めたらストッパーがかかるのよ。ストッパーかかったら左手リードしててもヘッドが前に出るのよ。だから球が浮くから使い物になってくるの。なかなか言わないよこれ。言わない。なかなか言わないよ。言ってって言われてもなかなか言わないよ。でもトール君知ってるよね、ヘッドを走らせるには手を止めるって。そう、めっちゃ大事なことだけどね。それと同じような動きになるんだけど、左手リードって動きが大きくなるから左脇にしないと手止めただけじゃダメなのよ。そうだから左脇を締めて張り感を持たせるんだけど、左手リードしててヘッドがこうやって出てくるから多少球は上がりますよっていう。これちょっとなかなかないな、自分で言っちゃったけど。そう、めっちゃ大事なことなのね。ああ、するかもしれないね、うん、すげえいいポイントだと思う。左手リードの方には、右手リードの方は締め付ける行為っていうのはあまりいらないから、どこを締めてとかっていうのはいらないんだけど、左手リードって結構暴れるんだよね、動き自体が。だから左脇を締めて落ち着かせてそのまま回転で打ってあげる、うん、っていうのがめっちゃくちゃ大事、うん、で左手リードって左手単体でリードはできないから体同調は大前提ね、うん、それをやってあげた方がいい、うん、お分かりいただけたでしょうか。すいませんね、ちょっと説明不足な部分もあるんですけども、今回の動画はですね、左手のリードを実はしてました、そういうショットも打ちますという動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。